ブンブン、ハロー YouTube、 どうも、マサルです。今回は、ウミデジの S2 ライトというスマートフォンをご紹介します。ウミデジは、主に格安スマホを作っているメーカーで、数千円のモデルから、中には5万円程度するハイスペックなモデルもラインナップの中にあります。今回ご紹介する S2 ライトは、ウミデジのラインナップの中でも、ちょうど真ん中あたりのスペックを搭載したモデルになります。まずはじめに、スペックを紹介すると、CPU は MediaTek の MTK6737T。RAM が 4GB で、ROM は 32GB。ディスプレイは 6.0 インチで、解像度は 1440×720 ドット。カメラは背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっていて、それぞれ1600万画素と500万画素の組み合わせ。前編のインカメについては500万画素のシングルレンズとなります。バッテリーは 5100mAh で、OS はAndroid 7.0。 そしてこのモデル、現在 Amazon でも販売されていて、価格は 24,900 円となります。 CPU は 6737T で、Antutu のベンチマークで約4万点のそこそこのスペックの CPU になります。またこの価格帯にしては 4GB と大容量の RAM を搭載している上、バッテリーは 5100mAh と、こちらも大容量ですので、日常使うスマホとしても十分なスペックを持っています。その他、縦長ディスプレイに対応したり、デュアルレンズカメラを搭載するなど、ウミデジらしいコスパの優れたモデルとなっています。ちなみに、このモデル名から想像がつく通り、上位版のウミデジ S2 Pro というモデルも用意されています。S2 Pro については、この S2 Lite よりもさらにスペックの高いヘリオ P25 を搭載している上、防水にも対応しています。この動画の概要欄に、今回ご紹介した S2 Lite と上位版の S2 Pro それぞれの販売店のリンクを貼っておきます。詳細なスペックや価格などが知りたい方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。